はい、こんにちは、ピカですけどね、レトロゲームの勧めということで、まずね、プレイステーション環境、これについてね、今日ちょっとやっていきたいと思います。前回ね、最古のハンコンということで、このアスキーが作ったこのハンコン紹介しましたけどね、これ1998年に初代ができて、これはまあ2代目なんですけど、1999年にできたやつですね。これもね、結構安く買える、これ結構ね楽しめていいなと思いました。そしてもう一個ね、ハンコンで言えばドライビングホース買いましたね。今更ドライビングホース買う、これ2005年のハンコンになります。これは2001年1月1日に発売されたロジテックのGT フォースっていうのの後継機にあたりますね。で、一応介護官みたいな感じで、GT フォースに対応してるものには、まあ、ほぼほぼ対応してるっていうことで、古いゲームにね、幅広く対応してるんで、これね、ちょっと買いました。今ね、ちょっとあとネジコンっていうね、ねじってこうコントロールするやつ。これもちょっと入手中なんですけど、それもね、手に入れたら後々ね、やっていこうと思います。で、私のプレイステーション環境なんですけど、俺も知らなかったんだけど、このプレステ2ってプレステ1もできるんだね。まあそこは多分なんか、まあ覚えてはいるけど、ああそうだったなーみたいな感じで、なんか不思議なのはね、この下にあるんだけど、一番奥ね、プレイステーション3があるんだけど、プレイステーション3ってプレイステーション1もできるっていう風にね、知ってた。いや、俺もなんかそれもなんで2できないんだろうみたいなね、こともあったんだけど、なんでまあその当時はだから3が出た頃は、まあ2もね、持ってるだろうってことで、1ができる。そしたらまあ2も3もできるだろうっていうことだったと思うんだけど、でもプレイステーション2が1もできるんだろう？いや、意味なくねえかっていうね、話もあって。で、今回ね、まあプレイステーション3は前から持ってて、2をね、買ったんですよ。間にある黒いのもそうなんだけど。で、そうするとですね、これでですね、プレイステーション2で1と2。プレイステーション3で1と3。そしてプレイステーション5で4と5。っていうことで、このね、3台買うことがおすすめですね。まあちょっと5はね、まだ買えない人がいるけどね。まあ、とりあえずね、プレイステーション2とプレイステーション3、これね、中古でね、めちゃめちゃ安かったんだわ。なんで、おすすめですね。ただね、ちょっと、おすすめしておいてなんだけど、このね、プレイステーション2、これ、この間ね、これ買ってきたんですよ。1万円ぐらい。そしたらね、これ、DVD のソフトが動かないんだよ。CD のね、こういう。プレイステーション1は CD ソフトなんですよ。グランツーリスモ1、2は CD。で、3からね、DVD なんですよ。で、この DVD が動かなくてね、これ。いや、動くんだけど、100回やって1回読み込むみたいな感じ。いや、だからこのなんかね、ま、いろいろネットで調べると、このね、レーザー部分が、まあ、焦点がずれてるみたいなね、ことみたいなんだけど。いやー、ちょっとやられたなと思って。まあ、動作確認してないものを買っちゃったからね、まあ、でも1万円高くねえかっていう。まあ、ちょっとこれ、お店に相談しますけどね。ということで、今日ね、プレイステーション2をね、急遽買ってきました。もったいだけ売ってて、なんか付属品がなかったから安かったの。5800円かな。結果的に1万5000円ぐらいで、プレイステーション2が手に入ったということになって、あと、部品取りのね、部品取りっていうか、ちょっとまあ持ってきますけどね、という感じになってますと。いうのが私の環境になってますね。そしてね、なんでこのドライビングホースを買ったのかっていうと、プレイステーション2で使えるハンコンがね、なかなかないんだわ。で、私ね、各種コンバーターを使っていろいろ繋ごうとしてね、これはプレイステーション4にファナテックとかのハンコンを繋ぐときに使うやつですね。で、プレイステーション5で使うときにはこのね、彫りのコントローラーが必要ということで、これがセットで、まあ一応5、非対応のものでもね、まあ、私の対応しちゃってるからだけど、まあ、プレイステーション3とかで使うときに、まあ、これ必要なんですよ。そしてね、こちらのこれね、これ面白い、これね、スイッチとかでも使えるんだよ、これハンコンがっていうね、まあ、3と4に対応してるコンバーターですね。こういうものを各種いろいろ試してみたんだけど、プレイステーション2にはつかない。なんでもう、まあ、エミュレーターっていう手もあるんだけど、やっぱ実機で動かしたいなっていうのがあって、エミュレーターで動けばね、あちらの、ね、SIM キューブも動くんだけど、今回はとりあえずこのドライビングホースっていうね、昔ながらの、まあ、ハンコンのフィードバックがどうなのかなというところも気になって、これをね、ちょっと買ってみましたということです。ということでね、昔ながらのこういうね、ゲーム、安いんですよ、これめちゃめちゃね。本当に安くてね、何百円で買える。だから、今、プレイステーション5って買えないじゃないですか、なかなかね。なんで、俺の勧めとしては最近のね、これ、プレイステーション2、まあちょっと動作確認したやつね。
を買うっていうのとプレイステーション3を買うっていうのをちょっとねおすすめですね。これ面白い。でその当時のねゲームをまあ実は若い人にもやってもらいたいっていう思いがちょっとあるね。特にやっぱりプレイステーション2あたりのグランツーリスモとかプレイステーションね1のグランツーリスモとか面白いのよ。だからまあハンコンはねとりあえずまあ俺はちょっと見栄えをね気にしてるからハンコンをまあ一応使いますけどね、使わなきゃいけないというか使ってやりますけど、コントローラーでもね全然楽しめるようにできてるんですよ。この辺のねプレイステーション1、2、3とかって、いやむしろコントローラーで楽しめるようにもう作られてる、ハンコンよりもね。まあなかったからね、まあ、ネジコンか1、2はね。なんでぜひね、まあ、こういう安いプレイステーションをちょっと買ってきてやってほしいなと思います。私がねこの GT ホース買った理由っていうのは、私のねコメント欄とかでいいなハンコンそんないっぱい買って学生だから買えませんみたいなねコメントいただくんですけど、同じです。私もね学生時代マジでまあまあ学生時代はなかったけどね、ハンコンっていうかもうゲームが買えなかった、本当に高くて、いや本当買えなかったね。だからもうやりたかったけどやれなかったっていうのがまあ現状だと思いますよ。なんで もちろんねハンコンなんて、俺最初に買ったハンコンは G27 だからね、買えなかった。これも欲しかったけど、まあ、値段的には買えたけどいろんな環境が許さなくて、こんなことやってる暇なかったんだわマジで。いや車だって買えなかったから、みんなね学生時代なんか5万円の車だから俺。なんでハンコンも買えないゲームも買えない、それで育った大人が結果どうなったかっていうとね、はい、皆さんご存知のようにね大人になって狂うというこんな感じになっちゃうっていうね、まあ、悪い例っちゃ悪い例だよね。だからある意味まあそこそこにしてなんかやっといたらいいんじゃないですかっていうね感じはします。でもね私ね52歳なんだけど、このチャンネルね見てらっしゃる方っていうのは実は俺より年配の方も多いんですよ。なんでそういう人いっぱいいると思うんですよ。こんなハンコンこれ買えなかったなとかっていうものが欲しいとかっていうのがあるじゃん。やっぱり中古はね避けてたんですよ今までね、なんかちょっと嫌だなみたいな感じで、やっぱ新品がいいなとかって、まあ大人になるとそうなっちゃうけど、まあでもこういう YouTube とかやってニーズがあるから、まあこれやりたいなっていうふうに思った時に、やっぱ中古にちょっと手を出してみたら面白いんだこれが、まあ、骨董品だと思えばいいじゃん、骨董品買ったと思えば。だからむしろ大人の人PS5 とかさ、まあ買ってやってもさ、まあ面白いんだよ最新だからね。でもやっぱこうね PS1 とかさ PS2、PS3 とかのソフトをね、昔のグランツーリスモをさ、いや懐かしんでやろうよ、そういうのもあっていいんじゃないかなって思うわけ。できなかったじゃん俺たち。いや周りにやってる人いっぱいいたけど時間取れなくてさ、羨ましいなとは思わなかったかもしれないけど当時ね、そういうのもいいんじゃないかなっていうね、最近そんな気がしてるんですよ。なんでぜひね中古屋さんいっぱいあるんですよ全国に。で今もうネットが発達してるからもうクリック1個で買えるんですよ、ね、まあ大人だから1万2万別に平気でしょ。まあ1万円のものが動かなくて5000円プラスになってもまあ別にいいじゃんって思うでしょ。思わない、まあ思うかもしれないけど、なんかそんな宝探しみたいなもんじゃん。面白いですよ、ね、グランツーリスモのこのディスクさ、まあ、家にあるかもしれないけどさ、なんか改めてこう買ってみるとさ、なんか物を大事にしてくれてた人への感謝があるね。俺たちちょっと雑だったから、俺なんかもね、こんなんもうどっか行っちゃってもうすぐディスクもなんかどこのディスクに何が入ってるか分かんなくなっちゃったりとかするわけじゃないですか。だけど丁寧にね扱われてるわけですよ。こうなんかさ、中古買う面白さっていうのかな、もっと持ってた人の人柄が見えるっていうかね、なんかそういうのまであってちょっと面白いなっていうね、気持ち悪いなって思う半分面白いなっていうね、うん、あのことになってます私の中で。ということで、あのこのねこれなんかもうほぼこれねほぼ新品同様だったから、これ多分新品未使用だと思うんだけど、でも安かった、分かんない、1万円ぐらい、1万円だと新しいの買えるかもしれないけど、まあいいじゃんこれ欲しかったんだから、一回このなんかくるくる回してみたかったよこれ、なんかね、これ回してみたかったんだよ俺は。ということで皆さんもねぜひね、これ今グランツーリスモ3のデモだけどさ、ね、やりたくなるでしょこれ、やりたくなるでしょこれ、このセット見たらやらせろってなるでしょこれからね。私あのまあ皆さんできないかもしれないんで、私がね動画でちょっとずつねこういう古いのもアップしてきますんで、ぜひともチャンネル登録と、まああの本当にねこの動画を見て
心くすぐられる大人の人たち、ぜひちょっと買ってみたらいいんじゃないですか。いや、なんかわかんない、童心に帰れる。この筐体を見た時になんか、いや、すごいこう懐かしい、もう涙が出るぐらい懐かしい感じがしてきて、なんかもう一つの自分のストーリーが作れる感じ、わかる？当時こうできなかったことをやるってことは、なんかその当時選ばなかった選択肢を選択するみたいなね、今もう一度やり直すっていう、そういう感覚がね、なんかあるんですよ、このゲームにね。俺だけ？俺だけかな？ということで。なんかね、これちょっと本当もうこの動画くだらないけど、多分どうしてもね、こうなんか進めたくなっちゃった、これを。なんでちょっとこういう動画を撮ってみました。一応私もね、こうゲームもやっていくんで、またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。めっちゃいいよこれ。